はい、これからスキーに行ってきます。明日明後日と、スキーへ行ってきます。野沢温泉と志賀高原に行く予定です。明日はどちらに行くのかな。明日はもしかしたら野沢温泉になるかもしれませんね。ちょっとまだそこら辺は決めてないですけれども、今、19時50分ですね。これから、高速で長野に向かいたいと思います。それではまた。結構薄着してきてよかったな。これ滑ったら熱いね。うん、あ、ないけど、あの初心者ゲレンデで唐沢ゲレンデかって。大丈夫大丈夫、追いつく、あのスピードは出せるから、うん、ちょっとスピード出にくいで今、うん、なんかまだ捕まれなさそうな雪なんですけどね。そうだよね、まだ捕まるには早いよねこれ。ハーフパイプ面白そうじゃない。おお、
本当に滑るようになるのか。クレヨンみたいですね。こんなん本当効くのかな。お、違うな。この状態でさ、スピード出すとすげえはためきそうじゃん。もう一瞬で体冷えそうじゃないですか。ターンしないとこだったら、緩い、うん、これありかもしれないですね。そうね、バーって一気に体冷やしたい。こういうとこだったらちょっと入りそうじゃない。そうしちゃうな。でもやっぱ普通のウェアより蒸れんすね、うん、そうだね。わあ、足が開いちゃった。ああ、ずれた。そこそこそこ。よし、そこだ。縦気味で。ああ、そっちじゃない。そっちじゃない。もっと右上。王道ラインじゃないぞ。いい感じに滑ってるし。おお、いいね、いいね。質量を感じない系の方が飲める。いや、僕その秋田で、あの僕あれめちゃめちゃ美味しかったんですよ。あのきりたんぽ、あれうまかったなと思って、まあ、実家でもその話してて、うん、いや秋田行ってよかったねみたいな、うん、やったら甘酒出してもらったんだけどさ、もう飲めなくてみたいな。そしたらあの家族全員飲めなかったです。
メートルというか、なんならもともと海に面してた家だからさ、今埋め立てられてちょっと海岸線遠くなったんだけど、